ゆという発音ですが、英語ではゆよりも舌をぐっと上げて、ゆ、ゆのように発音します。舌をぐっと上げて息が漏れるのを防ぐような感じです。ゆ、ゆ、ゆです。例えば耳は ear と発音しますが、年はそこに y がついているので、year というふうに発音します。 このの Y というは、はアルファベットででで表します。す。耳ががが年正式もちろん会話の中では素早く言うとほぼ同じになってしまいますけれども本当は違いがありますでは問題にチャレンジしてみましょうはいそうですの YES は英語らしい発音するとどうなりますかはいそうですね YES イエスですでは日本のお金の単位円は、はい、円は en ではなくて yen と書きますから y が j e が e n が n 連続すると jn yen yen のようになります。 次はサラという漢字を使ったヘア音記号ですこれは上の歯を下唇に軽く当ててという構えを作ってくださいという意味です。口のの形が漢字のサラに似ていませんかまず左上の中抜き文字はこれは声を出さずにひそひそ声で発音するという意味ですから。 発音しますアルファベットでは F や PH がこの「フという発音を表しますその下は「ブブと声を出して発音してくださいでは練習問題をやってみましょうまず「扇風機うちはい「ファン」 ンはい次にはイチジクフィッグ,ィーグ,ィーグではキツネフォークス,ークスこの「オは漢字の「大」との合体文字ですから「 口を大きく2センチぐらいは開けて、ックスと発音してください。次に、ファックスはい。ファークスファックスです。では、ライト版小型トラック。 はい。ベーン、ベーンと発音します。では、獣医。ェット、ェット。これは、ヴェテリナリアン、獣医さんを短くした言い方です。上の歯を唇に軽く添えて、ェット。 ですこれを唇をしつけて「ベッ」と発音するとお金をかけるという意味になります。Bet ではなくて bet ですでは直旗あるいはベストはい「ベスト」「ベスト」です。「す」は両方とも中抜き文字ですから声は出しません。 e すと発音します。次に自動販売機。ちょっと難しいですね。これは、ベンディングマシーン。で、ん、で、ん、む、し、んです。ベンディングマシーン。 と発音します。